こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日は名古屋コーチンカレー中辛を食べてみたいと思います。名古屋コーチンといえばもう有名ですが、弾力がある肉質が特徴です。その素材の良さがこのカレーにどう生きているのか楽しみです。準備します。名古屋コーチンカレーが出来上がりました。それではいただきます。とても大きな名古屋コーチンが入っています。名古屋コーチンを食べてみます。歯ごたえがあって弾力があって美味しいチキンです。ただカレーソースの方が少しスパイスの癖が出てて、ちょっと独特の味わいになってます。美味しいです。ただとっても細かい部分なんですけど、これはスパイスの味なのか何かが溶け込んだ味なのかちょっとわからないんですけど、少し癖のようなものを感じます。癖という表現は分かりにくいと思うんですが、何でしょう、こう後味に何かしら小さな違和感があるというか。名古屋コーチンもとても美味しいですし、ソースも口当たりもとてもいいですし、辛さも適度なんですが、少し後味が残るっていうところが気になります。完食しました。ごちそうさまでした。改めて美味しかったです。しかし先ほど言いました少し気になる後味っていうのが、私自身はちょっとマイナスかなと思います。もしかすると私が感じてるこの独特の後味っていうのが、他の人が食べるとそれはうまみということであるのかもしれません。やはり個人差はあると思います。メイン具材の名古屋コーチンはとても弾力歯ごたえがあって、チキンカレーのチキンとすればとても美味しいものでした。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。